静岡英和女学院中学校、高等学校は、静岡市青区にある、私立女子中学校、高等学校である。学校法人静岡英和女学院が設置する。キリスト教学校教育同盟に加盟している。2018年1月中学一般入試より、選択制で英語を導入。1902年講習制廃止静岡。 平和女学院昭和元年校舎は、静岡県静岡市葵区西草課町にある、ボーリズ建築。その名の通り1926年に、ウィリアム・メレル・ボーリズの設計により当時としては、珍しい実験室等を備えた校舎。白いモルタルの壁に赤い屋根やアーチの正面玄関が、特徴。1945年6月19日の、静岡大空襲で消失。 その後1999年に一つ者、社、ボーリズ建築事務所により礼拝堂が竣工され2001年に静岡市民警官大賞優秀賞受賞。旧英和女学院前教師館は1950年に建てられたボーリズ建築。現在は宣教師館ではなくフランス料理レストランとして使われている。2016年2月25日に登録有形文化財となった。 上記二校は姉妹校である。なお、横浜英和学院及び千葉英和高等学校は姉妹校ではない。上記一校は海外における姉妹校である。他にも数校存在する。ありがとうございます。